いや、多分ね、振り返ってみると、多分そのタブレットを導入したとか、うん、ね、その時にオーストラリアにも行ったんで、語学研修で。うんうんうん、覚えてます。で、あの辺からこう、なんか、っていうか、その前の2年ぐらいは、もう野球から離れて、おもんないとか言ってて、なんか問題起きろとか言ってたと思う。おもんないから、なんか問題起きろよとかって言ってて、うん、多分そんなことやったと思うねんけど。この頃、面白くないって、おもんないって言ってたのは、今振り返るとどうしてだったんですか？あれ、何もなかったから、刺激。ああ、刺激が欲しかったってことね。そうね、多分。ああ。じゃあ、この2014年からはこの刺激が出てきたっていうことなんですか？はい。なんやろな。そう。なんか新しいことやってたんじゃなかったかな。なんか新しいことがもう何回か卒業生も出し、一回出して、なんか、あ、こういう感じなんやな、みたいなとか、うん、あの当時、だから2回目やったんかな。なんかそんな感じで、まあ、うん、あ、こういう感じなんや、みたいな、こう学校の先生って、みたいな。なんか多分そんな感じの気持ちがあったと思うよ。うん、ああ、もう、ちょっと流れも分かってきたしということですね。あ、そうそう、もう授業も全然できるしみたいな、うん、その後ぐらい、そこら辺からこうちょっとなんかこう動き出した的な、自分の中で、うんうん、この動き出す中で今印象に残ってる出来事って何ですか、教科の中で。やっぱあれ、あ、印象に残る、覚えてるのは、オーストラリアのウィーガンでしょう、やっぱり。なんか、ホストファミリーが、あの、マザーが、ウィーガン、要するに、ベジタリアンであるということに気がついたのが、ステイして5日目。で、もうまあ僕はだから多分この時に、オーストラリア行く時に、すげえこう、自己成長しようと思ってて、で、それで多分そのホストファミリーを直訴した。っていうか、ホストファミリーのところで生活したいと。で、2週間にしてくれと。で、1週間はもう、最後の1週間はちょっと解放されたいみたいなところがあって、多分そんなことをリクエストして、まさにこれはもう自分をどうこう持っていくのかっていう成長の旅だな、みたいなことに、まあ、異国の地に行って初めて気づいて、まあ、それもそう思ってたけども、5日目にそれが来たときは、さすがにちょっと受け止めれなかった。けども、それをこう、なんとかせなあかんという中で、自分、なんとかせなあかんって、なんとかできたわけではないけども、その1週、2週間から解放されたときに、俺はこれが好きなんだなとか、気づきがいっぱいありましたね。まあ、一方で、なんかこう前向きにやってる姿勢だけが評価される。そう、ふざけんなよみたいな。俺もう30過ぎてんねんぞ、うん、みたいな。高校生と一緒に住んだよみたいな気持ちになったり、なんかその自分が行ってる教育界に対して、なんかこう、憤通りであったり、なんかさまざまな感情がそこにあったかな。そっか。で、まあ、それと同時に、その、そういう、それと同時にこう学校が変化するみたいなフェーズが重なったような気がしてる。うん、新しいものとか、こう自分の知らないものに対しての抵抗感っていうのは全くなくなったね。ああ。なるほど。そうか。だから、オーストラリアに行ったときに、行ってたときに、初めてヒカルちゃんが、高3の、俺が卒業さすクラスの、多分いっちゃん最初だったと思う。俺がオーストラリア行ってる間にヒカルちゃんが近郊に初めて来てたの。うんうんうん。で、オーストラリア行ってなかったやつにどうやった冷えヒカルみたいなことをずっと言ってたと思う。聞いてた。うんうん。で、
多分そう、だからそれぐらいか。だからちょうどそのオーストラリアに行って、まあ、ヒカルちゃんとは会わなかったけど、いっちゃん最初ヒカルちゃんがうちの学校来た時に会わなかったけど、うん、まあ、俺は俺で、まあなんかそのマインドセットというか、なんやろうね、うん、あの、それはだからすごく良かったんちゃうかなと思う。で、しかも、ずっと一人だった。ずっと一人じゃなかったな。そうそう、最初の1週間一人で、だから一人で引率して50人ぐらい引率で、俺、ね、英語の先生でもないのに行けるやろ言われて行って、うん、で、田中誠二が1週間5日後ぐらいに来て、5日後、うん、その週初めての週末に来て、で、うん、1週間ほどして帰るという。田中、うん、行きも帰りも一人っていう。焼肉だけおごってもらって肉なんかあのブラジルの肉ヌーサで食べてみたいなで、なんか政治がヌーサで星見ようぜとか言われて、やばいこいつもしかしてゲイなんちゃうんとか思ってとかそう、なんかまあまあ、なんかまあそれはちょっと余談だけど、まあ俺の中ではまあそこで変わったので、まあまさにその新しいものとかに対しての抵抗感とかも、だから多分その刺激がなかったっていうのは、多分その結構新しいものがもういろいろこう自分の中で学校の先生をやって、もう多分2014ってことは、そう、もう5年以上やってて、5年以上、もう7、8年なのかな、分からへんけどやってて、もうなんかある程度こう見えてきたな、みたいなところがやと思う。あ、で今のご自身をどう見てるんですか。また新しいフェーズに入ったのかなとは思って。見てる、今のご自身、今の俺でしょ、自分をでしょ。そうです、そうです。うん、そうです、そうです。うん、新しいフェーズに入ったのかなと思ってる。おお、具体的に教えてください。まあ、要するにその、変化を自分がしてきて、まあ、もちろんこれ、この先もまあ変化するんだろうけども、まあ、また変化を求める可能性はあるんだけど、うん、一方で、変化できない人たちを、どのようにこう、インクルーシブするかというか、こう、なんていうかな、こう、巻き込んでいくかみたいなところを、うん、をこうやっていかなあかんのかなっていう。だからまあ、こう、抽象的な表現すると、ちょっと政治的なこともしないかんやろな、みたいな。まあ、信頼してない人とも、うん、どんなふうにこう、で巻き込んでいくかというか力になってもらうかみたいな、なんかそういうものを、うん、なんか今までここ1、2年ちょっとそういうのをワードで探してたりしてたんだけど、うん、なんかもうちょっと自分の見せ方みたいなものもちょっと考えないとなみたいなことをやったり、はい、もういかにこう周りの人にこう協力してもらえるかみたいなとか巻き込んでいくかみたいなところで、はなんかそうじゃいかんな、かそういうことし多分しないとダメなんだろうなと思ってますね、うん、はあはあ、実際ジョーさんがやってやりたいことっていうのは実際どんなこと。僕がやりたいことはもう実は自分の中で決めてて、その、うん、2025までになんかこう社会課題解決を目標にする人材を、50人近代に送るっていう。おお、なるほどね。2030にはそれが、うん、あ、まあ今割合で言うと、まあ近代にその 10% 2025年までにその社会、まあ俺はストリートスマートって呼んでんだけど、アカデミーの社会課題を解決するような、まあ、ストリートスマートを、まあ、10% 育成、まあ、育成というかその送る、育成し送るということと、まあ、それが2030までには 15%、うん、まあ、なかなかその近代の中に毎年 15% ずつぐらい、500人の 15%、うん、70人ぐらい、75人ぐらいかな、75人という計算にした時に、うん、まあ、50人とか70人とかっていうやつらが、まあ、その社会課題を解決したいっていうような思いを持って、
学生生活を過ごしてれば、あの多分なんか A 大学以上に A 世の中になるんちゃうみたいな、そういう社会課題はやっぱりあれカンボジア行ったのがやっぱすごい大きいかな。ああ、なるほど。カンボジアが結構行っていて、まあ、まさにそういうの原体験というかな、うん、なんていうの、カンボジアでその貧困解決っていうか女性の労働をみたいな、あのスロワーズっていうけど、スロスロっていうんだけど、その人がいつも高校生に言うのよ、毎回行くいつも言うのやつ、うん、あなたたちが勉強してんのはなんかそういう困ってる人たちを助けるために学ぶのよって、うん、でなぜならばあなたたちは恵まれたところに生まれたから、ってあのボランティアっていうやり方もあるんだけど、いやそうじゃなくて、やっぱ稼ぎながら社会課題を解決するいう人材を近畿大学に送るっていうことで、まあ、自分も自分にそういうことせないかんしっていうところで、まあ、それがまあ僕の中では教育なのかなっていうのがある。でもそれを50人とかね、一学に、っていうふうになった時に、まあ、圧倒的にその自分一人の力では無理だよねっていうところに、だからその学校の外で経験したこととか、学校の外で出会った人たちのマインドとか、まあまあそうね、ヒカルちゃんもそうだけど、だからそれをこうそのままこう学校現場に持ってきたら、これ全然通用しないし、全然こう、まあ要は、まあ理解はしても協力はしないみたいなね。まあだから認知はするけど、みたいな。行動までしませんみたいな感じなので、まあ、そこの認知から行動をどうつなげていくかっていうところで、なんか、ね、一方で、まあ、まあ、大人とはいえでも強制的にさせないとダメなんだろうなとか思いつつ、うん、まあ、一方で、そのアイファーじゃないけど、もっとファシリテーションしないとダメなんだろうなとか、うん、まあ、そこでのその、メソッドっていうか、どういうふうにこの今自分が動くべきなのかということについては、ちょっと今模索中ではあるけど、まあ、新しいフェーズに入ったのかなっていう。だから自分が学びに行って刺激を受けたり、ああなるほどなとか、ああすげえなとか、あこうじゃないとダメだなって思ったことをそっくりそのままあの職場に持ってきても、あの基本的には受け手のなんていうかなマインドセットが重要というか、受け手のその捉え方にどうしてもね、うちの職場って結構厳しい職場というか、安定してるし、まあそういった意味での、うん、オンライン教育みたいな状態。うん。そっか。うん、でもそういう意味で言うと、こうやって受け手を変えるって、まさにジョーさん自身が前も言いましたけど、なんやねんこの紙飛行機って言ってた人間が紙飛行機を飛ばし出してる、出来編を実践しておられるから、そこってね、え大きい経験だと思うんですけど、なぜそれを切り替わったんですか。やっぱなんか体験とか経験なんだろうなと思ってます。文字とか読まないよね。で、嫌顔でも、まあ、少なからずマインドはこう学校とか生徒のためにみたいな思いでこの業界に入ってるので、うん、どっちかというとそういう経験則がまあ重要視されてる気がしてて、まあ俺自身もそうだったから、うん、だからそういったところで体験とか経験をどうみんなさんにしてもらえるかみたいな。ジョーさんっていつも主語がみんなですよね。ああ、なるほどね。だってご自身のことを、特に新フェーズに入ってから、2014年新フェーズに入ってからですよね。うん、の話では全部政党とか、そうだから周りを、うん、そうだからちょっとね、頭をクリアにする、そういうふうに言われると、確かに2021年だから入って、まあ、今13キロ落としたんですけど、まだもうちょっといくんですけど、体重
そうジムに通い、パーソナルジムに通ってですね、今も食事制限。ゴールでちょっとすっきりしたと思った。なんかそういった意味で、それをそのジムに通い出したきっかけは、今年はちょっと本当にちょっと自分にフェーズ向けようと実は思ってたよ。おー、そうなん。だからそれで英語か、なんかそういうトレーニングというか、こう痩せることかなみたいなちょっと思ってて、今年は今始まってあれですけど、まあ、新しいフェーズというか、こういかにどうするかっていうことは、まあ、もちろん頭に置きながら、うん、なんかちょっとこう、さっきのせんちゃんの言葉で言うと、こう周りとか他者目線、他者が主語ではなくて、自分を主語に、ちょっと今、2021はちょっとやってみてるっていう。何かしらこう見える化できてからにしようかなと思って、今は自分にスポットライトっていう感じですね、まさに。すごい勉強になりましたね。自己との違いを発見したときに、俺はすでにこう、それがこう、すごくこうきっかけに変わるポイントなんだなと。うん。なので、人と違うっていう、人と違いを見つけると、なんか別にそれを求めやすい性格ではないんだけど、とか、なんかまあそういうね、言ってもらったように、こう、異国の地が一つきっかけで、で、かつ、そこに人との出会いがあって、で、新しいもの好きの僕が、なんだろう、そういう、どん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 、こう、変化してきたという、感じなのかな。うん。で、まあ、それにちょっと疲れて、自分にスポットライトっていう。ジョーさんはご自身の心の色ってどんな色だと感じていますか？僕はオレンジなんですよ。オレンジ。オレンジなんですよ。赤黄色。ほうほう。うん。で、多分ちょっと黄色がちょいちょい強なるんですよ。どんな時ですか？まあ、いわゆるその刺激、まあ、ここ2、3年ずっとそうだけど、刺激がこうどんどんこう来ると楽しくなってくるんですよ、自分の中で。で、楽しくなってきて、まあ、もちろんそれは赤い部分もあるんだけど、ちょっと黄色が強くなってくると、なんかこう、もう浮くんですよね。浮く、浮いちゃうんで、なんかもうちょっと、まあその政治とかって言ったけど、ちょっとこう緑的なね、もうちょっと自分とか青緑的なね、自分を、まあ要はね、内向きな自分をもうちょっと作らなあかんのかなっていう。心の色で言うとね。うん。うん。ちょっとこう青緑的な。うんうんうん、そういうことか。だから学校とか、まあ、大多数が青緑っていうこともあるし、うんうん、基本学校現場っていうか、教員集団っていうのは青緑の集団やと思ってるから、うん、だからその青緑を自分も実は一員ですよみたいなふりをしたり。ああ、なるほど、ね。なんかそういうことしないとダメなのかなみたいな。これスポットライト当ててるときは何色が出てくるんですか？オレンジですか？なんかこう、青、まあ、多分スポットライト当ててるというか、こう自分が刺激を受けてたりすると、こう黄色と実はこう青もなんかあったりするんやと思うね。実は、こう一体で、ね、黄色、青い部分もある、黄色とその青い部分があって、両方あって、うん、で、まあ何やろ、だからもう赤を出さないようにしてるって感じ。緑もちょっと入れてるかな。だから食事制限とかしてるとかってめっちゃ緑やと思うねんな。そうなんだ。めっちゃ緑やな、緑的なことやってるよ。別に怒られたくないとかそういうわけじゃないけど、まあなんだろうな。うん、よくわかんないけど、みんなにびっくりされて、毎日、毎日、
食べたものを送ったり、うん、あのあ成分表を見たり、うん、これ無理よ食べられへんとか言って、そんな風になっちゃったんですか、すごい。そういうことやって、なんかまあね、共感性を生むようになんか意識した方がいいのかなとか、うん、なんだろう、ね、うん、なんかそういうことをやった方がいいんかなっていうか、まあ、わかんない、そこら辺はちょっとまだ自分の中では見えてないけどね。ただまあ赤いのはもうダメだな、赤になったらダメだなと思って。そうね、だから自分にスポットライトを当ててる、まあ、ちょっとジム行くんで帰りますとか。でそういう赤度合いやったら結構みんな許されるんかなと思って、うん、僕よくちょっとその辺がもう俺もちょっと分かってないんだけど、うんうん、そういう赤の出し方ってあるじゃない、なんかこう、うん、うん、なんか俺には全然ない部分なので、そこはなかったので、ね、うん、さっきも先生が言ってた、うん、なかったので、だからそこをなんかこう出してる感じかな。他の出会いとかもそうだけど、こう黄色が出てきたらもうすぐこう職場に赤をこう出そうとするわけよね。で自分の中でこうグーって青い部分をこう出すわけよ。でももう緑無視やってたから。だからそれがなんかいまいち成功してない感じがするので。だから緑の人に共感性全く生んでなかったなと思ってね、今。もう緑の人からしたら羨ましいっていう思いはあるんかも分からへんけど、もう全然共感性ないよね。だから若いやつから全然慕われてる感じないもんね、最近。若いやつっておかしい、20代のやつとか。もう全然、もう全然。多分だから20代のやつとか多分めっちゃ緑になってんねやろな、俺もそうやったように。なるほどね。僕はやっぱりその先ほども前ちゃん言ったように主語が他者の場合が多いので、他者というかこう表現するときに他者がとか他者中心のものの考え方をしすぎやなっていうか、してたな、うん、のは、うん、意外とこう、だからそこが見え方と違うのかなっていうか、見られ方と違うなと思いながら。だから周りの人から見たらすんげえドアカに見えてたりするんやろうなと思ってて。うん、そういう、だからも、うん、まあ、そうですね。緑頑張り。